春の宵のおぼろな北斗七星の輝きからたどる春の大曲線。真夏の南の地平線から立ち上る天の川の攻防。秋の夜長のドラマチックな星空絵巻。そして凍りつく真冬のオリオンの輝かしい星群たち。星空を仰いで、あの星、この星とたどれば、古代の人々が夜空のキャンパスに描き出したロマンあふれる星座の世界が目の前に広がります。夜ごと頭上の星空舞台で繰り広げられる華やかな星座物語の主人公たちとの出会いを楽しむ。なんと素敵で心豊かなひとときでしょうか。星座は星空に咲き乱れる星の散歩道と言われています。ひとたびその散歩道に足を踏み入れれば、賑やかでおしゃべりな星たちが語り尽くして飽きない、星座から宇宙の神秘までの星物語を耳にすることができます。肉眼で見るのもよし、双眼鏡や天体望遠鏡でウォッチするのもよし、そして一人心静かに見上げるのもよし。星の輝きに包まれて過ごすひとときの幸せをしみしみ味わっていただくことにしましょう。春から初夏にかけて、宵の南の空には海蛇座の長大な姿が横たわっています。そしてその背は六分儀座とコップ座、それに唐津座の3つの小さな星座たちが乗り、東から西へ日周運動でずるずると動いていく海蛇の動きに合わせ移動していきます。この六分儀座とコップ座は星が淡く一目でそれとわかるものではありませんが、カラス座の小さな四辺形だけは妙に目につきます。北斗七星の弓なりに反り返った絵のカーブを牛飼い座のアルクトゥルスから乙女座のスピカへとたどる春の大曲線をそのままさらに延長していくと、このカラス座の四辺形に行き当たるという分かりやすさもあるのかもしれませんが、三等星四個が少々いびつな四辺形を描く様子は、とにかく目につく存在となっています。そのためか、日本でも各地で四つ星とか夜星とかいろいろに呼ばれ、中には無地なの川などと呼ぶ地方もありました。能登半島あたりでは春の海に浮かぶ小舟のようだというので、ほかけ星と呼んでいましたが、これに似た見方でイギリスの船乗りたちがスパイカのスパンカーと呼んでいたことがあります。乙女座のスピカとの位置関係で、カラス座の四辺形を大型補船の後尾に貼るスパンカーと呼ばれる縦ボトを見たわけです。カラス座になっているカラスは、もともとは太陽の神アポロンの使い鳥で、輝く銀の翼を持ち、人間の言葉を自由に話すことができる賢いカラスだったと言われています。ただ、困った性質が一つありました。ひどくおしゃべりで、結構嘘つきだったということです。アポロンは、テッサリア王の娘、コロニスを愛し、幸福に暮らしていました。ところが、事情があって、パルナッソスの山へ帰らなければならなくなりました。そこで、コロニスにこう言って安心させました。毎朝カラスに使いをさせ、様子を知らせてもらうから、離れていても、私たちの心は通い合っているのだからね。ある朝のことです。使い鳥のカラスは道草を食って遅くなった言い訳に、コロニスはアポロン様の留守の間に、もう
他の男に心を移してしまっていますよ、と口から出まかせを言いました。怒ったアポロンは急いで山を下り、マガヤの近くに見えた人影を射殺してしまいました。しかし、近寄ってみるとそれは自分を迎えに出てきた妻、コロニスだったではありませんか。アポロンはひどく嘆き、嘘をついたカラスから人間の言葉を奪い取り、ただカーカー泣くだけの真っ黒な醜い姿に変え、嘘つきの見せしめのために星空に晒したと言われています。この嘘つきカラスはすぐ隣のコップ座の水を飲もうとして届かず、いつも渇きに苦しめられているとも言われています。春の日暮れ時、ほとんど頭の真上あたりを見上げると、ごく小さな星粒の群れが春霞の夜空に一塊の光棒のように霞んで見えているのが目に留まります。もっと具体的には、獅子座のデネボラと猟犬座のコルカロリの中間あたりになりますが、これがベレニケの髪と呼ばれる髪の毛座の中心をなす星の集まりです。紀元前3世紀頃、エジプトを治めていたのはエウエルゲテス前皇后でしたが、王には美しい髪の毛の持ち主、ベレニケという妃がありました。ある時、王がアッシリアとの長い苦しい戦いで大敗し、王自身が敵軍に捕らえられるという大ピンチに陥ってしまったことがありました。ベレニケ王妃はアフロディテの神殿に出ると、こう誓いを立てました。もし夫が無事に帰ることができましたなら、私のこの髪の毛を断ち切って神殿に捧げることをお約束しましょう。それから間もなくエウエルゲデス王はアッシリア軍の手から逃れ、軍を立て直すと反撃に出て、見事大勝利を収めることができたのでした。ベレニケ王妃のもとに嬉しい勝利の報告がもたらされると、王妃はこれこそアフロディテ女神の加護のおかげと、誓いの通り美しい髪の毛を切り取って、神殿の祭壇に捧げました。大勝利を収めて帰還した王は、ベレニケ王妃との再会を喜び合い、しかもベレニケが自分の無事を願って、何者にも変えがたい琥珀色の髪の毛を切ったと聞かされ、その愛の深さに感じ入ったのでした。ところが不思議なことに、祭壇に祀られていたはずの王妃の髪の毛が忽然と消え失せてしまっていたのです。その時、宮廷天文学者のコノンが進み出て天を指さして言いました。大神ゼウス様が王妃の髪の毛の美しさを目で正座にされたのでございます。ティコブラーエはこの史実に近い愛の物語に心を打たれたのか、ギリシャ時代以来、良い行いのベレニケの髪の毛座などと呼ばれていたこの星座をベレニケの髪の毛座として正式に復活させたと言われています。北の空高く昇った北斗七星の弓なりに反り返った絵のカーブをそのまま南に延長してくると、牛飼い座のオレンジ色の一等星アルクトゥルスを経て、乙女座の白色の一等星スピカに届きます。これが春の宵の頭上に輝くおなじみの春の大曲線で、乙女座の星スピカを見つけ確認する良い目印になっています。
乙女座は全天で2番目という大きな星座ですが、スピカの他に明るい星もなく、南の中天に横たわる乙女の姿を連想するのは、実は少々面倒と言えます。特に都会の夜空では、その背に翼のある麦の穂を手にした美しい乙女の姿が見つけ出せるものかどうか心もとなく、春霞の淡いベールに包まれた乙女の姿といったイメージかもしれません。星座神話の方も誠に曖昧で、女神の正体も今一つはっきりしていません。起源がかなり古いと言われるだけに、それも致し方ないかもしれませんが、星座が考え出されたバビロニアで、すでに女神、イシュタルとか地の神ベルの姿として仰がれていたといいます。このほかエジプトでも大神オシリスの妃イシスなどと見られていましたが、それが現在のようにはっきり麦の穂を携えた女神の姿になったのは、ギリシャ神話に登場する農業の女神デメテル、またはその娘ペルセポネを祭り上げたからではないかと言われています。このほか別のギリシャ神話では、大神ゼウスと女神テーミスの間に生まれた正義の女神アストラエアだともされています。アストラエアが使った正義を測る天秤は乙女座の東隣で天秤座になっていますので、この見方も頷けることでしょう。さらにこのほか、アテネ王イカリイオスの娘エイリゴネとする見方もあります。しかし普通には星座絵に描かれた麦の穂を持つ姿からは、やはり農業の女神デメテルかその娘ペルセポネと見るのがイメージしやすいことでしょう。大神の妹デメテルは地の母とされ、大地から伸びる草木や花はことごとくこの女神に支配されていました。そのデメテルにはペルセポネという美しい一人娘がありました。ある日のこと、ペルセポネが友達の妊婦たちと草原で花を摘んでいると、これまで見たこともない綺麗な珍しい花が咲いているのを見つけました。ペルセポネが力を込め根ごと引き抜こうとすると、突然地面に大きな穴が開き、中から4頭立ての黒い馬車が金色の車を引いて飛び出してきました。その馬車には王冠を頭に乗せた青白い顔の王が乗っていて、いきなりペルセポネを抱き上げると、たちまちのうちに地中へと姿を消していきました。この王こそ大神ゼウスの弟プルトーンで、かねてから思いを寄せていたペルセポネを地底の宮殿にさらっていったのでした。遠い地方まで穀物の実り具合を見回りに出かけていったデメテルは、娘が行方知れずになったと聞くと驚き、娘の行方を尋ね歩きました。そしてとうとう娘をさらったのがプルトーンで、娘はもうその妃になっているとの情報を耳にすると、絶望のあまり洞穴にこもってそれっきり姿を見せなくなってしまいました。地の母デメテルがいなくなっては、たとえ春が巡ってきたとしても草花は目の拭きようもありません。地上は一年中冬枯れの季節のままとなってしまいました。さあ、困ったのは地上の人間や動物たちです。大神ゼウスでさえさすがに見かねて何とかしなければと考え込んでしまいました。もしもだ。ペルセポネがメイドの食べ物を口にしていないのであれば、
この世へ戻れる可能性があるのだが、こう気づいたゼウスは早速伝令神ヘルメスをメイドに使いにやりました。ペルセポネを母親のもとに返すようとゼウス様の言いつけです。こう伝えられてはさすがのプルトーンも言うことを聞かないわけにはいきません。ペルセポネはメイドのプルトーンの妃になり、メイドの暮らしにもすっかり慣れていましたが、やはり母親のもとへ帰りたいと願いましたので、プルトーンも仕方なしに承知しました。しかしプルトーンが帰り際にザクロの実をもいできて、ペルセポネにそっと渡しました。そしてペルセポネは何気なくその実を4粒食べてしまいました。やがてペルセポネがメイドから戻ってくると、デメテルは身を隠していって洞穴から飛び出してきて娘をしっかり抱きしめました。するとどうでしょう、これまで枯れたままだった大地がみるみる緑に覆われて、草木は一斉に伸び始めました。人々の喜びの声が天にも地にも満ち溢れて響き渡りました。けれども何事もそう順調に運ぶというものではありませんでした。お前はメイドの食べ物をまさか口にしてはいまいね。ふと不安に駆られた母親デメテルが娘に尋ねると、ザクロの実を4粒食べてしまったの、とても美味しかったわ。ペルセポネはそう答えました。それを聞くとデメテルは再び絶望し、頭を抱え、何とかしてくださいと大神ゼウスに訴えました。そこで大神ゼウスはペルセポネに毎年8ヶ月間は母のもとで暮らし、食べたザクロの実の数にあたる4ヶ月間だけはメイドのプルトーンのもとで暮らすように言いつけました。このため娘のいない4ヶ月間デメテルは洞穴にこもりっきりになるので、その間だけこの世に冬が訪れるようになったのです。そして残りが春、夏、秋となり、四季の変化が起こるようになったと伝えられています。5月26日の夕方から宵にかけて皆既月食が起こり、日本の広い範囲で日食の過程の大部分が見られます。日本で皆既月食が見られるのは2018年7月以来、約3年ぶりです。月食は日食に比べて珍しい現象で、多い時で年に2回、少ない時は一度も起こりません。しかし日食を見たことはないが月食は見たことがあるという方は多いでしょう。それは日食が限られた狭い地域でしか見られないのに対して、月食の場合その時間が夜の地域ならどこでも見られるからです。つまり月食が起こると世界の半分の地域で見ることができるのです。月食は月が地球の影に入ることによって起こります。太陽、地球、月が一直線に並んで起こるのです。つまり月食は満月の時に起こります。しかし満月のたびに月食が起こるわけではありません。それは地球の軌道に対して月の軌道が少し傾いているためです。月食には皆既月食、部分月食、半影月食があります。月が地球の影の濃い部分、
本営にすっぽり入るのが皆既月食です。皆既月食の時、月はまず半影に入ります。この時月はわずかに暗くなります。肉眼ではわからないかもしれませんが、双眼鏡を使えば色が変わっているのがよくわかります。やがて本影に入り始めると、肉眼でも月が欠けていくのがわかるようになります。そして皆既月食、この時月は光を失って赤銅色に変わります。皆既日食での太陽のように月が真っ黒にならないのは、地球の大気で太陽の光が屈折し、それが月面に届くからです。赤くなるのは太陽からの青い光が地球大気で散乱されて月まで届かないのに対して、赤い光が地球大気中の塵などに邪魔されることなく大気を通過して月まで届くためです。また皆既月食になると、それまで満月の光に消されて見えなかった星々が顔を出します。この時ばかりは満月と満天の星々という普段は到底見ることのできないものを一緒に楽しむことができます。夜空に輝く星を眺めていると、無秩序にばらまかれているような星々にも何かしら特徴のある星の並びがあって、イメージを膨らませればそれが様々なものの姿や形に見えてくることがあります。今からざっと5000年もの昔、チグリス・ユーフラテスの両大河に挟まれたメソポタミア、つまり現在のイラク付近で暮らしていたカルデアの人たちにとってもそれは同じことでした。彼らは遊牧民というわけではありませんでしたが、夜もすがら羊の番をしつつ、あるいは城壁に登り満天の星を眺め、めぼしい星々の配列を動物や伝説上の巨人、英雄たちの姿に見立てて星座を作り上げておきました。そして星座の星々やその中で移動を繰り返す明るい惑星たち、日食や月食などの不思議な天文現象を恐れ、いぶかり、やがて観測し星占いをするようにもなっていきました。こうして太陽や月、惑星の星空の通り道沿いの行動十二星座が出来上がったのです。バビロニアから伝えられた星座はエジプトやフェニキアなどへ伝えられて広まり、それぞれの地方独自の星座もこれに加えられていきました。さらにギリシアの人々はこれらの諸国から伝えられた星座や神話、伝説を受け継ぎ、彼らの多神教の神話と巧みに結びつけ発展させていきました。やがてギリシアやローマの文明が衰え、ヨーロッパが中世のいわゆる暗黒時代に入る頃、アラビアではムハンマッドが現れ、イスラム教ができ強大な勢力となっていきました。彼らは聖典コーランの教えに従い、征服した土地の文化を整理し解釈して自分たちの文化に吸収しました。こうして様々な学問がイスラム圏で保護され、大いに奨励されることになりました。中でも天文学はイスラム教の聖地メッカを礼拝するため、それぞれの地方からの正しい方向を知るための実用上の重要さもあって、歴代の王たちによって大切にされることになりました。そのアラビアには
ギリシアの天文学がそのまま入り込み、プトレマイオスのアルマゲストがアラビアンナイトに登場するラシード王らによって翻訳され、受け継がれていくことになりました。そしてそれが後になって近世ヨーロッパに再び流れ込むことになったため、今に伝えられる星座や星の名前にアラビア名が多く残されることになったわけです。アラビア経由のプトレマイオスの48星座はそのまま1500年もの間使われてきましたが、17世紀になってそれに12もの新しい星座がドイツの弁護士ヨハン・バイヤーによって加えられることになりました。いわゆる大航海時代の到来によって南方への航海で知られるようになった珍しい動物の星座、例えば巨視鳥座や風鳥座、カメレオン座などが、これまで星座のなかった空白の南半球の空に追加されることになったからです。これらの星座作りに貢献したのはオランダのフラドルの僧で、後にカルビン主義の神学者となったペトルス・プランキウスで、彼は優れた地理学者、地図制作者でしたが、南天の星を観測するために夏至のケイザーやホートマンをオランダの船隊に乗船させ、南天の星々の観測をさせました。そして1598年に自分が作った天球儀上に南天12星座を初めて描き出したと言われています。バイヤーはそれらの資料をもとに1603年に著した彼の美しい星図中にこれらの南天星座を正式に収め発表したというわけです。しかし当時星座の境界線らしきものはなく、やがて17世紀から18世紀にかけ星座と星座の間の空白域に天文学者たち、例えばフランスの王宮付きの建築家ロワイエが新星座をいくつも設けたり、ヘベリウスが10星座を、ラカイユが巡洋星座をなどというふうに勝手気ままに星座作りを競い合うようになり、混乱をきたすことになりました。一方天文学が発展するといろいろな星の位置を正しく示す必要が出てきたりし始めました。そこで勝手気ままな星座作りは反省され、星座の境界線などをきちんと整理することになりました。1930年国際天文連合は全天に88星座を設け、星座の境界線も定め、現在の星座が確立することになりました。現代科学の最先端を行く天文学の世界に古代人の伸びやかなロマンチシスムを感じることができる星座がそのまま残され、今もそれなりに重宝し使われているというのは何とも楽しいことではありませんか。星座という言葉は中国から伝えられたもので、有名な司馬遷の史記天干書の中で星座のことが初めて詳しく述べられています。日本では古事記や日本書紀、万葉集などに星の名が登場してきますが、主だっては農村や漁村で方位や時刻などを知るための実用上から、ごく地域的な親しみやすい名前で呼ばれるのがほとんどといったところでした。このほか世界各地に独自の星の呼び名や伝説が伝えられていますが、南半球の南米やアフリカ、オーストラリア、南太平洋などの各地にもかつて西洋で
南天の空白域とされていた星空に、多くの星の名前や伝説などが大昔から語り伝えられています。